はい、1周年おめでとうございます。いや、寒いよ今日。お客さん怒られるよ今日も。結局ね、去年もそうだった。同じだった、同じだった。そう、そうか、去年のオープンも寒かったんだ。寒かったっす。寒かった。初めのお客さんは韓国ソウルからの見学でしたね。およくよく来るの。いや、もうカメラ目線でいいから。初めてです。いや、初めて来ました。初めて来ました。今までやってきた経緯を説明してほしいと思うので、うん、めちゃくちゃ盛り上がって、中で、うん、もうね、なんか韓国にも作ってほしいって言ってちょうどいたのに、上杉さん。そうそうそう、なんか惜しかった。ベッタラスタンドソウルです。そうそう、全然ね、意識が高かった。高かった、来てるね。あとはでもやっぱシェアがないね。シェアって概念がない。日本と同じでしょ、それは。そう、そう、中国がすごいんですよね、やっぱり。チャリンコ、自転車ももう全員支払いをして。そうそう、支払いをして、うん、お金も支払うのも、もうお金もスマホでしょ、うん、でもこの我々がさ、なかなか全部に転換できないってとかめんどくさいとか。そうですね、ちょっとね。だけどどうですか、日本橋に出してみて、他の地域と。いや、でもなんか、お客さんの、まあ、感度というか、インド的というか、すごいいいよね。高いですね。意識は高いんだな。ここに集まるのは住民半分、日本橋好き半分ぐらい。いや、もうほとんど日本橋関係ない人たちですね。関係ない人、初めて来る人たちが8割9割。やっぱりそうだよな。だから、まあ、コンテンツとかさえ良ければ、うん、まあ、来るっていう。でこれから、けど、まあ、街にある以上、住民との関わり方っていうのがやっぱすごい大事なんで。まあね。やっぱりこう、イベントも地域の人向けのものとか、うん、やんないと思うんで、うん、ちょうど昨日そういう日本橋面白がる会っていうのが町会のね。そうですね、はい、それでちょうどこう横山町 の、 岩田会長が町会長、はい、来ていただいて、はい、まあ、面白がっていただいて。でも飲食業はお客さんは誰でも OK なんだよ、うん、そうそうそうね。だからそういう意味で飲食業っていうのが町をつなぎていくっていうのは、それもなるべく軽くね。ここだとみんな気取ってはいられないから。そうなんですよ、気軽にしかできないので。いいよね。いや、もうそこがうちの売りだよね。できてない感じよね。未完成が、未完成がずっとみたいな。でも講座が増えたじゃない、講座っていうか、テーマが、ね、あれは誰が仕掛けたの。もうスタッフとかもうみんなですね、まあ、彼がそのリーダーみたいな感じなんですけど、うんうん、リーダーの役者なんですけど、誰かがこれやろうって言うとそれやろうっていう感じか。そうですね、あとはもう僕は売ってますね、どんどん。もう やろうって言う前にもうイベント化してます。あ、なるほどね。またない。それを支えてあげる立場だね。でそして自分もやります。まあ自分もやります。そうだね、支えつつ。